78.0. FM Naha. Your radio station.8月6日、今の時刻は8時1分を回ります、カルチャンプルーナ沖合通りにある FM 那覇のスタジオから、生放送でお送りしておりますモーニング那覇、本日月曜日の担当は、明るく楽しく元気よくフリーで役者やっております田野原奏です。皆さんおはようございます。またこの番組は、サポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。ありがとうございます。これからの1時間お付き合いください。ということでですね、皆さん、この土日なんですけれども、はい、帰宅部という舞台がありまして、あのですね、そう帰宅部という舞台があって、その出演がありました。はい、この土日に、いやめちゃくちゃ楽しかったです一言で言うと、いやすいません皆さん、なんだっけ、声が入っておりませんでした。申し訳ございません。皆さんおはようございます。かなでですよ。みんな月曜日だよおはようございます。途中からごめんなさい、声が入って、ですね、改めまして、月曜日のモーニングナハよろしくお願いしますそう、土日に帰宅部っていうね、舞台があって、それが終わりました。で、皆さん見に来ていただいた方もいらっしゃいまして、このモーニングナハ聞いてくれている皆さんがね、見に来ていただいてて本当にありがとうございます。今日ね、その帰宅部のね、この帰宅部のお話とかもちょっとしていきたいんですけれども、ですね、今日のトークテーマ、今日のトークテーマは、部活のお話にしていこうかなと思います。この帰宅部のね、なんていうの、ことも話しながら、皆さんの、学生時代に入ってた部活動、だったりとか、例えばこの部活の思い出だったりとか、そういった話あればぜひお聞きしたいなと思います。この番組ではリスナーの皆さんからリクエストメッセージ募集しております。メールアドレスが780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 または FM なはのウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただくと、トップページからお楽しみいただけるようになっておりますので、そちらからもお楽しみください。ということで、早速ですがちょっとツイキャス行ってみたいと思いますよ。まとめていくぜ。カンパチさん、お仙人さん、タオさん、直樹先生、ガチャさん、あとライチさん、おはようございます。いや皆さんおはよう、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 元気だよはい、ですね、カンパチさん、デコかわいいぞ、ありがとうございます。今日ちょっと前髪上げてみましたはい、では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 、早速ですがちょっと一曲いってみたいと思います。ちょっと聞いた人はおってなる人がいるかもしれません。一曲目ちょっといってみましょうね。ですね、めちゃくちゃテンション上がる曲なので、ぜひぜひお聴きください。ワニマのシグナルです。78.0 アネッタイラディオ FM ナハ。
い、ただいまの時刻は8時8分を回りました。カルチャンプルーの沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇、これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えしたいと思います。本日、8月6日はですね、晴れのち時々曇りとなっております。最高気温が32度、最低気温が26度となっております。降水確率が朝6時から12時、が 10%、 夜の24時までともに 10% ですね。今日も雨は降らないのかな。ただにわか雨というかスコールもありますので、皆さん傘などはね、折りたたみ傘とか持ってたら便利じゃないかなと思いますよ。はい、ではでは道路交通状況に参りたいと思います。8時現在ですね、今のところ、小羽倉交差点から朝日町の方ですねにかけて今ちょっと長い渋滞があります。で、義母交差点の方も鳥堀にかけて長い渋滞がありますね。はい、朝の通勤とかね、皆さんぜひ気をつけて安全運転でよろしくお願いいたします。それちょっと高速道路の方行ってみましょう。はい、ではでは高速道路の方なんですけれども、沖縄北インターチェンジ付近ですね、故障車があります。皆さんこちら気をつけてください、よろしくお願いします。で、那覇インターチェンジ付近の方ですね、こちらただいま工事が行われております。なので第一走行規制がかかっております。なのでちょっとこちら道幅が減りますので、ちょっと混雑が見られる可能性があります。なので皆さん今からね高速乗る方ちょっとお気をつけてよろしくお願いいたします。はい、以上今日の天気と8時現在の道路交通状況をお届けいたしました。はい、ちょっと早いんですけれども少しイキャスの方を行ってみようかな。ですね、トークテーマのやつはちょっと後でまた触れていきたいと思いますね。はい、ライチさん、トミグスク快晴あちゅい、トミグスク快晴、那覇もすごい晴れてますよ。今日も暑くなりそうですね。水分補給しっかりとってください。あと暑くなってきたので胃腸炎とかね、このやっぱり暑いところに生ものの食べ物出しててちょっとお腹がってなる可能性もあります。ちょっとはい、なので皆さんそういったのも気をつけてくださいね。はい、よろしくお願いします。で、熱中症とかやっぱり脱水症状とかもなる可能性もありますので、水分補給こまめに取るようによろしくお願いいたします。かっちゃんさん、かっちゃんの天気&ラッキーアイテム、今日の兵庫県は晴れのち曇り、最高気温35度、最低気温28度。ラジオ聞いてるあなた、今日のラッキーアイテム柿色の小物以上です。柿色だと今日私着てるシャツちょっと柿色入ってる。イエーイ、あ、小物か、小物は持ってないな、後でなんか買おう。はい、ではでは2曲目いってみようかな。ですね、先ほどワニマのシグナル流させていただいたのですが、2曲目はですね、これいってみようかな。ぜひぜひお聞きください。斉藤和義さんで歩いて帰ろうです。ただいまの時刻は8時15分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに琉球新報、失礼しました、まずはじめに琉球新報の社会面からお伝えいたします。郵送演舞ちむどんどん1万人エイサー、第24回1万人のエイサー踊り隊夏祭り in 那覇実行委員会が5日午後、那覇市の国際通りで行われました。今年は
伝統 VS 創作をテーマに掲げ、各地域の青年会や職場のサークルなど62団体約4000人が勇壮な舞を披露し、県内外から訪れた延べ7万8000人の観客を魅了しました。昔ながらの伝統的なエイサーとポップな曲に乗せたエイサーが共演しました。演舞はパレット雲島前広場から西四スクエア前広場までの区間の10カ所で披露されました。気温30度を超える中、多くの見物客が詰めかけ、伝統衣装に身を包んだ演者の力強い舞に熱視線を送りました。続きまして、市町村の面からお伝えいたします。ブラジル移民110周年を祝う浦添でアミーゴ会。沖縄とブラジルとの交流を続ける沖縄ブラジルネットワークアミーゴ会が、このほど浦添市磯のブラジルレストランリリで沖縄ブラジル移民110周年記念フェスタを開き、関係者約40人が集まり交流を深めました。県民がカサトマルに乗ってブラジルに渡った1908年から今年で110年になります。参加者はボサノバやブラジル楽器、パーカッションの音色などを楽しみました。アミーゴ会の与那城会長は、今もこうしてつながり移民の歴史を振り返りながら交流できることは素晴らしい、今後も取り組みを継続したいと話しました。続きまして、沖縄タイムスからお伝えいたします。今日、広島原爆の日、10日73年、核廃絶の願い発信。広島は6日原爆投下から73年の原爆の日を迎えます。広島市中区の平和記念公園では、午前8時から原爆死没者慰霊式、平和記念式が営まれます。松井和美市長は平和宣言で、核保有国に 核拡散防止条約が義務付ける核軍縮の誠実な履行を要求した上で、国際社会に核兵器禁止条約を核廃絶への一里塚にするよう求めます。式典では、この1年間に亡くなったり死亡が確認されたりした5393人の名前が書かれた原爆死没者名簿を原爆慰霊碑の石室に収めます。これまでに記帳された被爆死没者の総数は計314,118人となりました。続きまして、地域面からお伝えいたします。地域で子育て支援、うるま市保有サポーター。生後3ヶ月から小学校6年生までの子どもを預かって世話をする保育サポーターの養成講座が、7月23日から30日までうるま市健康福祉センターうるみんでありました。この子どもの身体の発育や病気のこと、栄養と食生活、救命など計5日間で13科目27時間の講習を受けた20代から60代の男女26人が終了しました。26人は援助会員として登録され、利用会員の依頼を受けて自宅や指定場所で有償で預かります。ウルミンで30日終了式が開かれ、修了生を代表して松島さんは、世代の違う受講生たちといろいろな子育ての体験や悩みが聞けてよかった、保育の勉強も楽しくできた、頑張ってサポートしますと抱負を述べました。以上、琉球新報沖縄タイムズからニュースをお伝えいたしました。
ということでフリートーク行ってみたいと思います。本日のテーマは部活でございます。はい、この土日ですね、あの帰宅部という、あの帰宅部っていう部活がある演劇の本番だったんですね。いやー、もう本当に青春コメディーで、もうとっても楽しくてあのもう稽古の時からもうこの台本読んですごくなんだろう、もういつもおかしくて笑っちゃってたんですけれども、いやもうなんていうのかな、この出演者の皆さんとのもう息もぴったし合ってすごい楽しい本番を迎えられました。3回公演だったんですけれども、土日のこの3回公演どちらも全てあの満席の状態で迎えられてですね、いや嬉しかったです。本当に見に来ていただいた皆さんありがとうございました。で、あの動画見てる皆さん分かると思うんですけれども、あのこの今私ミサンがつけてるんですよ、右手に。これあの本番の時に実際に使ったミサンがです。はい、あのこの帰宅部に出てくるマネージャーさんからもらったミサンガなんですけれども、ちょっと今日は見せたくて持ってきましたで、あの実際、私がね、学生の頃は実際帰宅部でした一瞬だけあの硬式テニス部にいました。中学校1年生の時かな、何か部活絶対に入らないといけないってことだったので、あの硬式テニス部に入ったんですけれども、もう演劇がしたくてちょっとやめてしまって、この部活と演劇、いつもずっと子どもの劇団に入ってたやつと、もう一つあの舞台があって、もうこの3つの掛け持ちうち絶対にできないと思って、もうあのすいません部活はって言って、あの少しだけ頑張ったんですけども、もうなんだろう、1年もしないうちに辞めちゃったかな、うん、そんな感じですね。ということで、ちょっとツイキャスの方コメントちょっと見ていきますね。どこからかな、あ、タオさん、中学校時代は帰宅部でした、イエーイ帰宅部仲間だはい、ですね、お、タオさん、高校時代は天文気象部、おー初めて聞いた、親学校公認で夜遊びしてましたって天文気象部で初めて聞いた、すごい。あ、じゃあなんかあの星のどういったもの見、あ、なんかこのなんだろう、星を見たりとか、例えばなんかどういうことをするんだろう、ちょっと教えてください。直樹先生、部活は掛け持ちで入部、お、朝は生物部でバードウォッチング、昼は放送部で自分の好きな音楽レコードを校内放送、あーいいですね、わ、バードウォッチングとかすごいやってみたいな。で放送部ね、で私もね、中学校の時は放送部ではなかったんですけども、委員会に入ってまして、あのお昼休みっていうか給食時間かに、好きな曲流したりとか、この月間の曲みたいなのを流してた曲がな、懐かしいな、そんなのもあったな。いやいいですね、あのこの放送部のね特権ですよね、この自分の好きな音楽レコードを流すって最高ですね。いや、カンパチさん、俺は吹奏楽部、トランペットとホラ担当って、ホラホラホラって、あのホラ街のホラですかブーおーおーみたいな感じでいざ出陣みたいな感じですか。いやトランペットいいですね。あの私もね、管楽器はちょっとだけ吹けます。あのサックスも一応吹ける程度だけど、あの曲弾けたりとかではない、音鳴らせるよぐらいあ、なんだったっけな、あのアルトホルンっていうのは吹いたことがある、少しだけ、うん、なので一応管楽器は吹けます。いいですね、ちょっとホラー担当がちょっと気になるなホラがいや合戦に出てしまいそうだ、いや戦いに行きそう、直樹先生、部活、夕方からは吹奏楽部でバイオリンかチェロを弾く、うわーかっこいい。いやなんか弦楽器ってすごくなんていうの、憧れがありますね。うん、いやバイオリン弾けるってすごいいいな、チェロもまたかっこいいね。いやいいな、いいな、すごい弦楽器、今年入ってまだちょっとコード弾けるようになったぐらいですけど、私もウクレレをやっとね始めましてね。いやー、弦ってなんか難しいイメージあったんですけれども、ウクレレぐらいだったらまだ弾けるなと思いました。あと三振は弾ける。中学校の時になんかこの選択授業みたいなのがあって、そこで三振を習っていって、そうですね、そこで曲とかはまあまあ弾けるようになったりかな。三振と、そう、
意外とできることあるな意外とできるな、あれ何でもできちゃうぞ。なんかでもあの楽器はやっぱりいいですね。吹奏楽部ちょっと憧れでした。あ、いいないいなって思っておりました。ピアノとかも弾けるようになりたいですよね。いやー、お、アイミルキーさんおはようございます。動物病院にいるのでコメントできません。あら、動物病院、あ、そうなんですね。いやいや、あのちょっとペットの何かあったのかな、ちょっとあのお気をつけながら、はい、あ、コメントでありがとうございます。でもあの挨拶いただいてマジでありがとうございます。ライチさん、中学校はサッカー部だったよって。夏休みだけ陸上部の朝練に強制参加からのサッカーだったから死にきつかったな。鬼顧問デイジアタンドってサッカー部か、いいですねスポーツ。いやなんかね、小学校中学校この放課後とかね、グラウンドでこの野球部とかサッカー部が練習してるのを眺める帰宅部でしたいやもう演劇の稽古に行きながら、なんかねやっぱスポーツ、特にこの野球部サッカー部あたりはね、なんか いいなというか、ちょっとあの強そうなイメージがありましたね。爽やかでなんかわーすげーずっと思ってました。いやなんか ネクラだったわけではないんですけど、私もだけどなんかあのスポーツ少年たちはなんだろうね、謎のなんか憧れ感がありますよねあでも私がこの演劇でやった帰宅部なんですけども、帰宅部がこの、この世界ではあ、なんていうんですか、この野球部とかサッカー部と同じぐらいこのなんていうんですか、部活生カーストの結構上を行くっていう設定だったんですよ。で、あの帰宅の練習でも帰宅に情熱を捧げる、もうなんていうのかな、あの客席からもすごいね、なんかこいつら何言ってんだみたいな笑いがすごくあって、いや俺たち絶対帰るぞーっていうあの掛け声があったんですけれども、いやでもバカバカしいけれどもすごくなんだろう、爽やかでなぜか泣けるみたいなのがありました。なんか全国大会とかあるんですよこの設定の中で。いやー帰宅全国大会めちゃくちゃ面白かったです。長距離とか中距離期間、あ、この区間みたいなのがあったりして、また後半でねいろいろ喋っていきたいと思いますので、まあ皆さん部活についてのコメントまだまだお待ちしております。ではでは後半でまたお会いしましょう。はい、たーい、なごんちあやこが教えるうちなぐち Now。 今日のうちなぐちは、番内番内番内とは積極的にという意味です。いつも遠慮がちな友達が今日は珍しくあなたのお家にお邪魔します。あなたは自慢の手料理でもてなします。ですが友達はやはりいつものように遠慮して、せっかくの手料理に全く手をつけようとしません。困りましたね。こんな友達にはこう言ってあげましょう。バンナイ食べれ、遠慮しないでバンナイ食べれ。みんなも一緒にバンナイ食べれ。グッド。ここまで言ってももし食べてくれなかったらあなたの料理に問題があるのかもしれませんよ。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市あじゃ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。We'll be right back.
めまして FM 那覇お聞きの皆さん、おはようございます。8月6日月曜日、ただいまの時刻は8時32分です。カルチャンプルーナ沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日月曜日のお相手は明るく楽しく元気よくフリーで役者やっております棚原かなでです。これから後半の30分も最後までお付き合いください。ゆたしくおにげーさびらー。ということで今日のフリートークなんですけれども、テーマは部活となっております。前半ね、この土日に行われた帰宅部のお話させていただいたんですけれども、いや私も実際小中高と演劇ばっかりやってて、帰宅部部活動というものには入っていなかったんですけれども、この帰宅部っていう演劇やってから、なんかこれが部活かみたいな感じの、なんかなんていうのかな、雰囲気がなんとなく疑似体験できまして、いやいいですね。なんか部活ちょっとだけやっとけばよかったなってね思いました。いやでもなんかね、この3ヶ月ぐらいかな、すごくみんなでこの走り抜けた時間っていうか、もうあっという間でなんかロスになりそうです、楽しすぎて昨日ちょっと終わった後少しだけ泣けたいやまた会いたいなみんなに。いやだからね、なんかありますか皆さん、なんかこの部活のメンバーで集まったりとか、今でもなんかそういうのあったりするのかなね。ちょっとそういったところもぜひぜひコメントとかメッセージいただけたらと思いますよ。でこの番組ではリスナーの皆さんからリクエストメッセージ募集しております。メールアドレス780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。または、この放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしています。皆さんおはようございます。FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっておりますので、そちらからでもお楽しみください。よろしくお願いいたします。ということでもう早速ですが、ちょっと一曲いってみたいと思いますよ。ですね、自分も昔からすごい好きな、清水翔太さんのちょっと曲を流したいと思います。ではではお聴きください。清水翔太でホームです。78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。時刻は8時38分を回りました。カルチャンプルーの沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けしたいと思います。ただいま8時半現在のですねお天気の方なんですけれども、晴れのち時々曇りとなっております。日中の最高気温が32度、最低気温が26度となっております。降水確率は朝の6時から、もう夜の24時まで、ともに 10% となっております。はい、皆さん暑い日が続きますので、水分補給などは必ず忘れずによろしくお願いします。意外と、まだ大丈夫かなって思ってる時が結構なんて言うんですかね、危険な時と言われておりますので、しっかりとちょっと暑くなってきたなと思ったら何か冷えるものだったりとかね、あとはちゃんとお水を飲んだりとか日陰で休んだりとか、そういったのを心がけてください。よろしくお願いします。ということで、8時半現在の道路交通状況を見てみたいと思いますよ。ただいまですね、代々木交差点の方が今長い、渋滞があります。ごめんなさい、ちょっと喉がウィーってなっちゃった。あと、あさと交差点の方もですね少し長い渋滞がありますね。はい、でですね、今は山下南の方かなかけての渋滞があります。皆さん今から、登校であったりだとか、出勤とかねされる方お気をつけてお出かけください。よろしくお願いします。では、高速道路の方行ってみますよ。はい、宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジ下りの方ですね、こちらがただいま工事のため規制
中となっております。ちょっと長い規制かかってますので混雑が見られる可能性があります。で、宜野座インターチェンジ付近、こちら上りの方ですね、こちら橋の補修作業が行われておりまして、こちら第一走行規制となっております。でですね、沖縄北インターチェンジ付近、先ほどもお伝えしたんですけども、こちらまだ故障車があります。はい。で、沖縄南インターチェンジ付近、で沖縄南インターチェンジの方ですね、こちら上りの方が、除草作業がありまして、こちらも規制がかかっております。でですね、こちら龍大のバスストップの付近ですね、こちらも今工事があって規制中となっております。で那覇インターチェンジ付近の下り、工事のため第一走行規制がかかっております。ちょっと高速の方がねちょっと混みそうな、見込みがありますので、皆さん今から高速乗られる方とか気をつけて、乗ってくださいね。で渋滞も見られる可能性ありますので、そちらもちょっと頭に入れながら、安全運転でよろしくお願いいたします。ということで8時半現在の道路交通状況をお届けいたしました。ということでここでもう1曲いってみたいと思いますよ。ですね、最近よく聴いてるオフィシャルヒゲダンディズムさんの曲をお聴きいただきたいなと思いますよ。とですね、されど日々はという曲をぜひぜひお聴きください。ただいまの時刻は8時45分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに琉球新報社会面からお伝えいたします。郵送演舞ちむどんどん1万人エイサー、第24回1万人のエイサー踊り隊が5日午後那覇市の国際通りで行われました。今年は伝統 VS 創作をテーマに掲げ、各地域の青年会や職場のサークルなど62団体約4000人が勇壮な舞を披露し、県内外から訪れた延べ7万8000人の観客を魅了しました。演舞はパレット雲寺前広場からサイオンスクエア前広場までの区間の10カ所で披露されました。気温30度を超える中、多くの見物客が詰めかけ、伝統衣装に身を包んだ演者の力強い舞に熱視線を送りました。続きまして市町村からお送りいたします。ブラジル移民110周年を祝う浦添でアミーゴ会。沖縄とブラジルとの交流を続ける沖縄ブラジルネットワークアミーゴ会が浦添市磯のブラジルレストランリリで沖縄ブラジル移民110周年記念フェスタを開き、関係者約40人が集まり交流を深めました。県民がカサトマルに乗ってブラジルに渡った1908年から今年で110年になります。参加者はボサノバやブラジル楽器、パーカッションの音色などを楽しみました。アミーゴ会の与那城会長は、今もこうしてつながり移民の歴史を振り返りながら交流できることは素晴らしい、今後も取り組みを継続したいと話しました。続きまして沖縄タイムス総合面からお伝えいたします。今日広島原爆の日、10日73年核廃絶の願い発信。広島は6日、原爆投下から73年の原爆の日を迎えます。広島市中区の平和記念公園では午前8時から原爆死没者慰霊式、平和記念式が営まれます。松井一美市長は、
平和宣言で核保有国に核拡散防止条約が義務付ける核軍縮の誠実な履行を要求した上で、国際社会に核兵器禁止条約を核廃絶への一律化にするよう求めます。式典ではこの1年間に亡くなったり死亡が確認されたりした5393人の名前が書かれた原爆死没者名簿を原爆慰霊碑の石室に収めます。これまでに記帳された被爆死没者の総数は計31万4118人となりました。続きまして地域面からお伝えいたします。地域で子育て支援、うるま市保育サポーター、生後3ヶ月から小学校6年生までの子どもを預かって世話をする保育サポーターの養成講座が7月23日から30日までうるま市健康福祉センターうるみんでありました。子どもの身体の発育や病気のこと、栄養と食生活、救命など計5日間で13科目27時間の講習を受けた20代から60代の男女26人が修了しました。26人は援助会員として登録され、利用会員の依頼を受けて自宅や指定場所で有償で預かります。ウルミンで30日修了式が開かれ、修了生を代表して松島さんは世代の違う受講生たちといろいろな子育ての体験や悩みが聞けてよかった、保育の勉強も楽しくできた、頑張ってサポートしますと抱負を述べました。以上、沖縄タイムス琉球新報から今日のニュースをお伝えいたしました。はい、ということで、フリートーク行ってみたいと思います。本日のテーマは、部活ですね。あー、いい部活。早速ですがツイキャスの方行ってみたいと思いますよ。アイミルケイさん野球部でした。おー、いいですね。いや、甲子園も始まりましてね、また興南も今大会始まって、もう暑くなってきますね、また沖縄が。うーん、楽しみだ。はい、ではかっちゃんさん、テーマ部活、かっちゃんはね、中学1年の時にバク転をしたくて体操部に入ったんですが3日目でやめました。以上です。何かやめたんかいおいおいおいでもバク転いいですよね。やっぱ体操部なー。ねえ、私もね、あのちょっと体柔らかいから体操部もちょっと憧れあったんですけどね、バク転決めてみたい。今からでも遅くないですよ、かっちゃんさんはい、じゃあなき先生、部活、中学校1年生の時は野球部、走るだけなのでやめました。お、なるほど。だけどその時の経験で今はボランティアで地元の少年野球のコーチしてます。おー、すごい、いいですね、コーチかっこいいなーいや、でも1年生の時っていうので、あ、まあでもね、いやー、いいですね。いや、豚骨中さん、おはようございます。遅刻しないよう祈ってくれって祈っておきます。うっとうっとしておきますねあ、千人さん、空手部だったなって、わーぽいいや、千人さん、お会いしたことあって、しかも帰宅部も見に来てくれてたんですよ、公演もね。いや、体格もね結構いい感じなので、結構大きめということで、私のお母さんも空手部だったんですよ。いやー、空手部のね投げ技は怖い私一度ね、お母さんにね門限破って怒られて、家に帰ったら背負い投げされたことがありました、はい。父さん、天体観測だよって、あ、そうね、天体観測、なるほど。望遠鏡を担いで星の綺麗な山の上まで登ったりしました。流星群の観測なんかロマンチックで、あ、いいですね、流れ星みたいな。いや、昨日の夜ちょっと見れましたよ、流れ星。なんか朝方というか4時ぐらいの空めちゃくちゃ綺麗だったな。いや、夏の星空すごく好きなんですよね、いいですね。
はい、他にはあるかな。はい、千里さん、おいおいおいで。お、リュークさん、おはようございます。おはようございます。もう少しでちょっと終わっちゃうんですけれどもね。うんうん。タオさん、これ飛球火球というのは特に明るい流れ星のことです。おお、大火球になると、途中で爆発的に明るくなってびっくりすることもあります。あ、私これ見たことあるかも。明るい流れ星、高校生の時に一回だけなんかすっごい流れ星を見たことがあって、あの光って途中でまたすごく大きく光ってパッて消える感じなって言ったら伝わるかな。あのなんか本当に燃えてる感じの流れ星を見たことがある。いやあれすっごいびっくりしました。なんかほーってなんかすごい声が出たことがある。なんだ今のって。竹瀬さん、あ、おはようございます。お、今日はお帽子なしのデコ出し。そうなんですよ。ちょ、なんかね、前髪が中途半端な長さになっちゃって、ちょっと今日はデコ出してみましたよ。はい、いやもうなんかこのね、おでこにめっちゃ叩きたいおでこってよく言われる。はい、ではちょっと帰宅部の、まあ、ちょっとだけあの終わりに話したいんですけれども、あのやっぱりね、この帰宅部とっても楽しくて、私も出演している中でね、キャラクターでミキという高校3年生の女の子の役やったんですけれども、いやこのミキもね、理論派でちょっと頭固い感じなんですけれども、ちょっとめちゃくちゃ愛せるキャラ で、あの出演者の皆さんも、あとね、特にお世話になったこの演出脚本のね、あの劇団五の湯のゴーシさんっていう方が演出してくださったんですけれども、稽古の中からすごくね、声かけが上手なあの役者陣をね、すごくなんて言うんだろう、あのやる気にさせるのが上手って、やる気にさせるのが本当にうまいんですよ。だからなんかもう、なんていうのかな、この稽古場の雰囲気もすごくあのみんな前向きにね、あのいろんなことに取り組んでいこうっていうので、本当に楽しかった3ヶ月間だったんだなと思います。本当に皆さん本当にありがとうございました。でまた今日から新しく違う舞台の稽古も始まるんですけれども、もうそろそろ皆さん、お別れの時間が近づいてきました。1時間早いですね。いやもうまた明日はね、綿貫かながお送りしますよ。あ、直樹先生、最後に行こうかな。待って、直樹先生の前にちょっと待ってくださいね。アイミルキーさん、軍隊はやめたんですかって、もともと入ってないぞ。おいおい、入ってないぞ。直樹先生、かなでさんは前髪を上げておでこ出した方が可愛いし似合いますよ。やった、ありがとうございます。あの褒められたら調子乗るんでね。ありがとうございます。もともとこんな髪型多かったかも、小学生の時とか。あ、でもうん、嬉しい嬉しい。またね、暑い季節がやってきているので、ちょっとね、少しでも涼しい髪型にしたいと思いますよ。はい。はい、ということで8月6日、あ、そうなんです、今日そういえばうちの父さんの誕生日なんです。父さんおめでとう。これからも元気で、健康でいてください、父ちゃん。ということで、本日のね、モーニングナハはこれにて終了となります。明日は綿貫かながお送りしますので、皆さんぜひぜひ聞いてね。ということで、またまた明日ね、バイバーイ。